日本、イギリス、イタリアの3カ国による新たな戦闘機の開発 GCAP、グローバルコンバットエアプログラムがいよいよ動き出したようです。注目の見るところ、アメリカのロッキード・マーティン社との共同開発だろうと思われていたのに、大逆転を見せた日本。だが、今、まさに、英国が離脱を検討しているとの話もやっぱり、純国産化の時が来たような気がしますね。今回は、日本の IHI 社とイギリスのロールス・ロイス社による機関部開発について見ていきましょう。2022年12月9日、新たな戦闘機開発の枠組みを GCAP と名付け、日本とイギリス、イタリアの3カ国によって共同開発を行うことを正式に発表しました。日本とイギリスでは、2021年末、次期戦闘機のジェットエンジンの実証実験を行うと決定していて、2022年初めより、日本の IHI 社とイギリスのロールス・ロイス社で実証実験を始動、2022年2月には、次期戦闘機用のレーダーやセンサー類の実証実験機の共同研究も決定していたのです。したがって、GCAP の始動は、これまでの流れを、各国政府が公式に認めた上でのプレス発表と言えましょう。この GCAP で開発される戦闘機は、航空自衛隊が運用している F2 戦闘機とイギリス空軍とイタリア空軍が運用しているユーロファイタータイフーンの後継として採用される予定です。日本とイギリスの間での次期戦闘機をめぐる協力関係は、この2年ほどで急速に強化されました。日本は、これまでのように、アメリカのロッキード・マーティン社が開発技術サポートで関わるのが当然という動きがありましたが、区切りをつけた形になったのです。歴史を振り返ってみます。1945年、昭和20年、太平洋戦争での敗北後、日本は、自衛隊が装備する戦闘機など軍備につながる産業分野では、アメリカ製の機体を日本企業が調達するという形コントロールされたため、航空機の開発技術も大きく後退したのです。今回の次期戦闘機開発は、空自が現在保有している F2 戦闘機の後継機が目的で、もともと F2 戦闘機開発の段階では国産機の計画でしたが、当時はエンジン部の製造が技術的に困難だったため、三菱重工業者が主体となりながらも、アメリカとの共同開発になってしまいました。しかも、F2 開発時は、日米貿易摩擦が影響し、日本とアメリカ間において、政治的な問題から、アメリカの F-16 をベースとすることが求められ、国産化できなかったのです。その F-16 戦闘機の各部の変更に、日本の最新電子技術も盛り込まれ、大掛かりなものなって、必要な追艦攻撃能力が強化されました。ところが、完成した F2 戦闘機の中核である制御部分の情報は日本に公開されなかったのです。そのため、状況の変化による日本での仕様変更は行えませんでした。そこで、F2 戦闘機開発の苦い経験をもとに、後継機開発に際しては、三菱重工業者を主契約企業として、その下に国内の各分野の関連企業を決め、日本が開発主導権を握ることを前提として進めてきたのです。今までのように、アメリカのロッキード・マーティン社やボーイング社との技術支援も視野に入れていましたが、システムの情報などをブラックボックス化される可能性も否定できない状況では、日本とアメリカの意見が折り合わなかったのでしょう。そこで、次期戦闘機開発において、戦後初めて、アメリカ以外の国、イギリスとイタリアに日本を含んだ3カ国で協力し、開発、配備を決定したのです。これまでのアメリカとの関係とは違って、対等な関係での開発になるのではと期待されています。さて、今回の GCAP 開発については、日本は三菱重工業者が主契約者となり機体を担当、IHI 社が機関部、電子機器を三菱電機社が担当することが決まっています。イギリスは、BAE システムズ社が、全体の統括と機体、ロールス・ロイス社が、機関部、レーザー、レオナルド社が、センサー部の電子機器等を担当するので、チームテンペスト計画そのままとなりますね。3カ国による GCAP が決定する前は、F2 戦闘機後継機には、
IHI 社が製造した国産エンジンを使用するという見方もあったそうです。その理由ですが、次期戦闘機開発の一環として防衛装備庁と IHI が開発を進めてきた実証実験機用の XF-51 エンジンや XF-9 エンジンがタービン入り口付近の高温に対する耐熱性、大きな電力消費に対する発電能力、ステルス性確保に対する推力に関して十分に対応しうるクオリティであり、すでに2018年に1機ですが防衛整備省に納入されているからです。地上での動作確認ですが、 XF-9 エンジンはアフターバーナーの使用時の最大推力約15トン以上、空気吸入用のタービン入り口付近の温度でも約1800度 C を記録、世界標準クラスの数値を示したのです。この FX-9 エンジンは2010年から開発開始されたもので、基本的コンセプトはスリムで大出力であるハイパワースリムエンジンとされています。 XF-9 エンジンを搭載する戦闘機のステルス性能を極限まで高めるためにスリム化を推し進め、同時に搭載燃料や兵装の収納スペースを拡大することが大きな目標でした。近年では戦闘機による空対空戦闘は減ってはいますが、今回の FX-9 の大出力は戦闘機としての高機動性を保持するために不可欠な条件であり、敵のミサイル等による攻撃回避にはとても重要です。こうして出来上がった国産戦闘機用 FX-9 エンジンはスリム化、大出力、ステルス性を確保し、一定の数値もクリアしていますが、実用機でのテストはまだ行われていないので、量産化には時間がかかりそうです。また、国産化に向けて一定の成果を上げているので、次期戦闘機への搭載に期待がかかります。さらに、イギリスのロールス・ロイス社との関わりの中で、これまでに培われた技術がどのように活用されるかも注目されます。イギリスのロールス・ロイス社といえば、イギリスやイタリアが採用している現行のユーロファイタータイフーンの機関部開発も主導しており、世界的なエンジンサプライヤーです。そのロールス・ロイス社は、テンペスト計画における機関部開発には難航していると伝えられており、戦闘機の機関部の開発がいかに難しいか考えさせられます。ロールス・ロイス社が開発する機関部は、大きな電力消費と逆に、スモールコア電力、熱制御、すなわちコアは小さく、電力は大きく、発生する熱を制御することに取り組んでいるそうです。しかし、ロールス・ロイス社の技術力は、アメリカには劣るとはいえ、日本の XF-9 エンジン技術よりは、はるかに高く、これからの戦闘機に求められる、発電能力と冷却性能の分野では先行しています。そう考えると、開発の主導権を握るのではないでしょうか。そして、IHI 社製の FX-9 エンジンですが、小スペースと将来の戦闘機に対応できる発電容量も実現していますが、まだ、発電能力と冷却性能の分野では一歩遅れているので、今後は、これまでの開発を活かし、実用機での採用を期待する声があります。その IHI 社は、2007年7月に社名を変更しましたが、それまでは石川島播磨重工業株式会社として、江戸末期から160年を超える歴史を持つ日本の三大重工業の一角となる企業です。航空、宇宙事業、エネルギープラント事業を手掛けており、航空機の分野において、ジェットエンジンの製造では 60% の国内シェアを誇っています。IHI 社がライセンス生産したものには、現在、空自が運用している F2 戦闘機に搭載しているゼネラルエレクトリック社の F110 エンジンや F15J イーグル戦闘機が搭載しているプラット&ホイットニー社製の F100 エンジンがあります。こういった多種多様な汎用性の高いエンジンを製造できるということは、IHI 社の技術力の高さの証明とも言えるのではないでしょうか。
2023年11月13日、アメリカの民間の非営利団体海軍研究所 USNI、ユナイテッド・ステイツ・ナバル・インスチチュートは、日本最大級の軍艦が F-35B ライトニング2戦闘機運用に必要な試験を受けるため、2024年にアメリカ東海岸に来航する予定であると発表しました。今回の主題は、護衛艦加賀の F-35B 戦闘機認証試験です。改造後、初めての長期航海に出る加賀が、そのまま F-35B を数機艦載しての寄港となったら、中国への抑止効果になるなんていう声もあるようですが。さて、USNI が言っている日本最大級の軍艦というのは、海上自衛隊が世界に誇る出雲型護衛艦のことです。2023年10月末、海上自衛艦と航空自衛艦で構成された日本側の視察団が、アメリカ東海岸や大西洋沖を巡航するイギリスの航空母艦プリンス・オブ・ウェールズに乗船し、F-35B 戦闘機の運用試験を視察しているのです。USNI の分析によると、プリンス・オブ・ウェールズが試験をしている同じ海域で、空母化改修後の出雲型護衛艦が、F-35B 運用に関する様々な試験を行うのではないかということです。日本政府と防衛省は、2013年平成25年以降、海地が保有している出雲型護衛艦2隻を空母とする作業を進めていたと同時に、垂直離着陸可能な F-35B 戦闘機の購入も計画していました。現時点で、F-35B 戦闘機は、およそ42機の購入を予定しているようです。この機体を運用する飛行隊を、新たに航空自衛隊内に作り、宮崎県新富町の新田丸基地に配備すると公表しています。九州に配備する理由として、南西諸島空域でのスクランブル発進に最速で対応するためであると同時に、台湾有事も視野に入れているということでしょう。イギリス海軍の空母プリンス・オブ・ウェールズは、前述の通り、アメリカ東海岸での無人航空機による試験や、アメリカ海兵隊との合同訓練も実施しているので、前述の UNSI が、同様のテストを出雲型護衛艦でも実施する可能性を推測しているのです。姉妹艦のクイーン・エリザベスと並んで、イギリス海軍史上最大の軍艦になる予定のプリンス・オブ・ウェールズ。36機の F-35B 戦闘機と12機のヘリコプターの搭載能力を持つ空母です。クイーン・エリザベスが女王艦なら、プリンス・オブ・ウェールズは皇太子艦ですね。この船体は、4つの地域、ポーツマス、ロサイス、バロー・インファーネス、クライドで、BAE システムズと VT グループが建造を担っています。最終組み立てを、スコットランドのロサイス造船所の1号艦ドックで行うそうですが、ここは、クイーン・エリザベスの改修工事も行われた場所でした。2022年8月27日、プリンス・オブ・ウェールズは、アメリカ東海岸での演習航海ウエストラント22に参加するため、イギリスのポーツマスを出港しました。しかし、出港直後に、右舷推進部の結合部や舵に損傷が発見されたため、演習航海は中止となりました。さて、どうしたか、皇太子に代わって、女王が9月8日に出港することとなったのです。ウエストラント22で予定されていたプリンス・オブ・ウェールズの F-35B の運用能力認定も延期になったのは言うまでもありません。英国放送協会 BBC は、この損傷について、アメリカへの演習に出発した直後に故障し、足を引きずりながら戻ってきたとからかいましたが、シャレになりませんよね。プリンス・オブ・ウェールズは、修理のため、ロサイス造船所に入居しました。しかし、クイーン・エリザベスの部品取りにされているという悪質なデマが流れたこともあって、国防大臣が慌てて、これは一時的な応急処置と釈明する事態になってしまったのです。修理と能力強化のための改修に約9ヶ月を要しました。プリンス・オブ・ウェールズは2023年7月21日にドックを出て、28日には CH-47 ヘリコプターが飛行甲板に着艦する画像を SNS に投稿していました。10日後の7月31日には映画トップガンマーヴェリックに登場するセリフをパロディ化したような文章を投稿。皇太子艦の飛行甲板の運用再開をアピールしたのです。一方、
軽空母への改修が完了した海事護衛艦加賀ですが、2023年11月17日、母港呉基地へ帰還しました。長期間の改修を経て、本来の基地に戻ったことになるわけです。偶然なのか、旧日本海軍の空母加賀の進水日も、同じ11月17日だったので、運命的なものを感じるという声が上がったとか、アメリカ東海岸への派遣艦加賀になるのではないかと噂されているようです。あるいは、アメリカ海兵隊やイギリス海軍の F-35B 戦闘機を使用して、空母としての機能を確認する目的ではないかとも囁かれています。出雲、旧の空母化については、発着艦機能整備に加え、艦隊内の本格的な改装もまだ構想段階です。既存の F-35 キャリアを参考に課題を洗い出した後、26000トンサイズにあった空母化改修を行うと思われますから、空母としての機能を完全に備えるまでには、かなりの時間がかかってもやむなしと考えられるのです。話は変わりますが、艦艇排水量のうち、満載排水量とは船そのものの重量ではなく、燃料や乗員の体重、水や食料などの積載貨物を加算した総合重量です。強襲揚陸艦の場合は、運航関係の乗員だけではなく、上陸作戦要員とその装備も含まれるわけですね。つまり、上陸作戦要員がいる分、空母より広い居住スペースが必要で、装備には、大きな戦車やトラックがあるので、車両庫等のスペースも必要です。上陸作戦関係の重量が増えたから、航空機の運用能力が拡大するわけではありません。スペースもスピードのそのままです。また、加賀が空母化しても、艦載機である F-35B の購入や、空自パイロットや整備員の養成もこれからの話なのです。何も始まっていないということですね。こういった過程を追加しても、搭載可能な F-35B はたった10機ですから、戦力では、中国海軍やアメリカ海軍の正規空母とは、全く比べ物になりません。戦力にならないなら、別の使い方を考えなければなりません。そこで、最有力と思われる使用方法とは、イギリス国海軍空母のように、アメリカ海兵隊の F-35B も一緒に派遣してもらい、洋上補給基地として使用することではないかという意見があるようです。もう少しプリンス・オブ・ウェールズについて見ていきます。前述のように9ヶ月もの改修と大幅な能力強化を受け、2023年7月21日にはスコットランドのロサイスのドックから出てフォース川に入り、母港ポーツマスへの帰路に着きました。その途中、7月29日には、プリンス・オブ・ウェールズの公式 X に飛行甲板が使用再開されましたと、ヘリコプター CH-47 チヌークの着艦写真とともに投稿されました。その2日後の7月31日、飛行甲板の再開に関して、投稿が再びありました。映画、トップガン、マーヴェリック内でのセリフをパロディ化したものと思われる内容です。飛行士の皆さん、おはようございます。こちらはあなたの空母です。シートベルトを締め、トレーテーブルを元の位置に戻し、着陸準備をしてください。フライトデッキは営業中ですというユーモアのある投稿でした。それに対して、あなたがポーツマスに到着するのを楽しみにしています。ぜひ母を連れて行きたいと思っています。一度、穏やかなベルファスト港を訪れてみてはいかがでしょうか。ここ北アイルランドのファンは、あなたの栄光の姿を見たいと思っていますといった心温まるコメントも寄せられていたそうです。プリンス・オブ・ウェールズと出雲護衛艦は台湾有事が起きた際には大活躍してくれると期待する向きも多いようです。ところで、プリンス・オブ・ウェールズはイギリス海軍の艦艇ですよね。ということは、基本イギリス領海にいるのではないでしょうか？となると、台湾有事の場合、イギリス本国から駆けつけるとしたら、相当時間がかかるのではないかと心配になってしまうのは筆者だけでしょうか。
2024年7月22日から26日にかけて、木原防衛大臣がヨーロッパを訪問し、イギリスとスウェーデンを訪れ、異例の会談を行うとの情報をキャッチしました。今回は、F3 戦闘機開発は、日本単独がいいのではないかを詳しく見いきますね。ファーンボロー国際航空ショーで、GCAP ブースで、新たな F3 戦闘機がモックアップされていたが、イギリスの先行きが不透明になってきている。戦闘機も、第5世代の性能が良すぎて、それをはるかに超える戦闘機開発が、どの国も不透明になっている。コストも考えるね。現岸田内閣の木原防衛大臣は、2024年7月22日から26日までの期間でヨーロッパを訪問することが公表され、具体的な国名としては、イギリスとスウェーデンを訪れる予定であることが記者会見を通じて明かされた。今回の木原防衛大臣のヨーロッパ歴訪では、イギリスにおいては、イタリアを含めた GCAP、グローバルコンバットエアシステムについての開発参加国の国防、防衛大臣による会談が実施されるものと見されている。日本、イギリス、イタリアの3カ国が進める、次世代の有人戦闘機開発を含めた GCAP、グローバルコンバットエアシステムにおいて、その参加各国の今後の連携のさらなる強化を確かめる意味があると考えられる。ことに、イギリスでは、この2024年7月4日に実施された総選挙の結果、これまでの保守党に代わって、労働党のスターマー政権が誕生したこともあり、GCAP、グローバルコンバットエアシステムの問題に加えて、同新政権との交流も視野に入れているのだろう。イギリスでの木原防衛大臣は、イングランド南部に位置するハンプシャー州のファーンボロー空港において、ファーンボロー国際航空ショーも、今年は、7月22日から26日にかけて開催予定のため、こちらの視察も予定に組み込まれている。このイギリスで開催されるファーンボロー国際航空ショーと、フランスで開催されるパリ航空ショーの2つが、世界のビジネスユースを目的とした航空ショーにあっては、双璧と称されており、大きな注目を集めている。開催の始まりは、イギリスのファーンボロー航空ショーが、1920年、フランスのパリ航空ショーが、1908年と後者が、若干歴史が長いが、いずれも、その展示は、航空産業を担うサプライチェーンの末端まで及んでいる点が、他と一線を画していると言われている。航空ショーとしての出展機体数や企業数で言えば、後発の他国の航空ショーの方が、規模が大きいもののある中、イギリスのファーンボロー航空ショーとフランスのパリ航空ショーは、その裾野の広さが、他の追随を許さないとも言えそうだ。さて、その後、木原防衛大臣は、北欧のスウェーデンへと渡り、こちらでも、同国の国防大臣との会談が予定されており、同国は、GCAP、グローバルコンバットエアシステムの前身とも言えるテンペスト計画には、名を連ねていた国である。現在の GCAP、グローバルコンバットエアシステムに対しては、スウェーデンは、現時点では関与していないが、木原防衛大臣の訪問は、この点についての意思疎通の側面も含んでいるのではないかと個人的には思える。スウェーデンは、自国のサーブ社が開発したマルチロール型戦闘機であるJASS-39グリペンを主力戦闘機として運用しているが、ロシア・ウクライナ戦争の余波で、今年2024年の2月には、32番目の NATO 加盟国となることが決定した。こうした政治的、軍事的に、スウェーデンという国家の置かれた立ち位置も微妙に変化の兆しがあり、今後の新型戦闘機の開発はこれまでのような自国単独という路線では資金面でも生産効率の面でも厳しいとの見方が大勢を占めている。そうした点では今回の木原防衛大臣のスウェーデンへの訪問とその目的とされる同国国防大臣との会談は少なからず今後の同国の新型戦闘機開発に向けて、新たな動きが確認されるきっかけになるのかもしれない。話を、少し日本の木原防衛大臣のことにするならば、木原防衛大臣は、今回のヨーロッパ訪問の直前である、7月18日には、鹿児島県の奄美大島、そして馬毛島の視察を行っており、防衛大臣として、はためからも、精力的な活動を行っているように映る。
こうした木原防衛大臣の忙しい動きも、背景にあるのは、日本が置かれた安全保障環境が、第二次世界大戦太平洋戦争後において最も緊迫し、かつ悪化した状況にあるゆえのことだと思え、決して手放しで喜べる状況とは言えないのかもしれない。その日本の安全保障環境の急激な悪化の主要因は、何と言っても、経済発展を後ろ盾として、南シナ海や東シナ海、そして西太平洋方面への軍事的圧力を強め続ける中国の軍備の拡張にあることは、もはやあえて語る必要もないだろう。そして、何と言っても、2022年2月に始まり、今や、ウクライナ側がかなりの劣勢であると伝えられるロシア・ウクライナ戦争の現状において、今日でも、ある程度の規模以上の国同士が戦争に突入する事態が起こり得ることが、改めて、西側諸国は目の当たりにしている。こうした事態を踏まえ、日本でも、2023年度の防衛予算から、大幅な増額の方針が打ち出され、2023年度から2027年度までの防衛予算額は、総額でおよそ43兆円が見込まれ、対 GDP 比でも、その額は 2% に相当すると見積もられている。今や、防衛省という名称は、すっかり定着した感もあるが、日本では、2007年から、それまでの防衛庁が第一次安倍政権によって格上げされたことで現体制となった経緯があり、今年2024年でようやく17年目を迎えた状況で、防衛大臣ポストも同様だ。こうして2007年以降に設けられた防衛大臣には、今の木原防衛大臣を含め17年で内閣の組閣に対応して延べ25名がついており、日本の政治状況を反映してかなり目まぐるしくそのポストの人事が変わっていることが見て取れる。これら歴代の防衛大臣の中で、個人的に印象に残っているのは、まず、自公連立の第一次安倍政権時に2代目を務めた、今は東京都知事の小池百合子氏、自公連立の福田政権時に第4代を務めた石破茂氏、自公連立の麻生政権時に第6代を務めた浜田誠一氏、その後、同氏は、第24代にも起用が浮かぶ。続いて、自公連立から政権交代を果たした民主党と国民新党の連立による野田政権で第11代を務めた森本聡氏、自公連立に回帰し、第2次安倍政権で第12代を務めた小野寺御殿氏、その後、同氏は第 17.18 代にも起用、自公連立の第3次安倍政権に第15代を務めたのは稲田朋美氏だった。その後、自公連立の第3次安倍政権で第16代を務めたのが現総理大臣の岸田文雄氏で、自公連立の第4次安倍政権で第20代を務めたのが河野太郎氏、自公連立の菅政権、これに続く同岸政権で第21から23代を務めたのが岸信夫氏である。今の木原防衛大臣は、自公連立の第二次岸田政権で第25代目を務めているわけだが、木原稔氏の政治家としての経歴は、2005年に衆議院議員に初当選、その後は落選を喫したこともあったが、通算で5期衆議院議員を務めている。ただし、木原稔氏は現在の自公連立の第二次岸田政権で初入閣を果たしたものであるため、防衛大臣が自身のキャリアの中でも初の閣僚となったわけで、これまでに名を知られていた人物の起用とは少し異なるものとも言えるだろう。木原稔氏は、自公連立の第3次安倍政権時の2013年に防衛大臣政務官を務めた経験があり、その意味では、このキャリアを買われて、今の第2次岸田政権において、第25代の防衛大臣に抜擢されたとも言えるのかもしれない。日本の防衛大臣には前述したように、自公連立の第一次安倍政権時に2代目を務めた小池百合子氏、同の第3次安倍政権に第15代を務めたのは稲田朋美氏のように、防衛という分野にあえて女性を起用するサプライズ人事が行われたこともある。ただし、防衛大臣は他の閣僚と比すれば比較的に専門的な知識が求められるポストであると揉めされており、自公連立の福田政権時に第4代を務めた石破茂氏、
自公連立の麻生政権時に第6代を務めた浜田誠一氏。その後、同氏は第24代にも起用がその代表で、現木原稔氏もそのライン上と見る向きが多い。